皆さんのコパラ、無職転生21話、伏線回収や謎要素が盛りだくさんで、僕もすぐに動画を出したんですけど、違和感を持ちつつも、このボリューム感のせいで初回見逃してしまった、僕が未だ見たことなかった演出についての話をしてみたいと思います。いや、やられましたね。完全に術中にはまってて。で、いろいろコメントいただいて、まあ、持ってた違和感が綺麗に、繋がったというね、形になりましたので、今回はですね、まあ、冒頭にスタッフが仕掛けた、ある演出についてじっくり、解説していきたいなというふうに思います。まずですね、21話の内容を含めてですね、冒頭語っていこうと思うんですけど、はい。まあ、めちゃくちゃ不穏なスタートなわけですね。はい。まあ、場面は雪山で、仲間たちはね、戦闘不能っぽくなってる。そして、男が立ちはだかってる状態ですね。はい。まあ、未だかつてないね、緊張感のある、そんな感じの衝撃な冒頭になっていました。そう。無職転生って、あんまりこういうね、衝撃の冒頭っていうのは少ないんですね。そしてですね、まあ、主人公のルーデウスがね、おそらく、まあ、お腹に穴が開いてると、いうことがわかります。この世界は治癒魔法が存在してるんだけど、肺に穴が開いて喋れなくなってしまうとですね、はい、詠唱が唱えられなくなってしまいますので、これはそのままね、死を、表している部分になってきます。どうするんだというスタートになっており、このままですね、まあ、要するに、物語の山場部分を最初に持ってきて、ね、そこに至るまでの道を書くという、形式になっていて、ちょうどその後に始まったね、オープニングでは、みんなが雪山を進んでいるシーンがあって、ね、そして、まあ、ルーデウスがちょうどね、治癒魔法を使ってるシーンがね、ちゃんと出てくるんですよ。で、魔法を使っているルーデウス、魔法使いルーデウスっていうのが2カットも出ていて、すなわち、魔法を使って治癒できるルーデウスが、まあ、肺に穴が開いてる状態がどういうことかっていうところが、繋がってくる描写になっていてですね、はい、これは非常に絶望的だという形で、衝撃のスタートが始まります。ただですね、この、言ったらある意味衝撃のスタートではあるんですけど、最初に山場を見せてですね、その後にそこに行くまでの、まあ、道筋をね、描くっていう手法は、他作品では結構よくあるんだけど、実は無職転生においては、同じ手法って今までね、一度も使われてこなかったんですよ。はい。で、これをまあ言った自分は珍しいなと思って見たんですけど、ある意味ネガティブな、意味合いを含めて言うと、らしくない、表現でもあるんですよね。うん。あの、無職転生においてはですね、まあ、冒頭演出及びオープニングの導入っていうのがめちゃくちゃ命かけてまして。で、僕も多分ね、その、毎週、まあ、無職転生の感想を出してるんですけど、オープニングについて触れなかったことの方が、少ないと思うんですね。で、まあ、例えばですね、主人公がこう、新しい町に来た、家庭教師やっていたね、5話から8話、家庭教師編でしょうか、についての、ところでは結構たびたびね、話題に出して長めに話をしていたんですけど、例えば、新しい町にやってきました主人公が、の5話のね、冒頭なんですけど、新しい町にやってきたのにですね、はい、なんかね、パッとしないんですよ。新しい環境に来たっていう感じがしないんですよ。その、せっかく新しい場所に来てですね、全部主人公にとって見るものね、まあ見るもの、触れるものすべてね、まあ新鮮な喜びのはずなのに、なんかものすごく構図が狭まっていて、空が存在しないわけじゃないんだけど、とても閉鎖的にね、カットがなされているわけですよ。で、これなんでだろうって、普通新しい街に入ったら、なんか新しい街並みの描写とかね、新鮮な体験とか、そういったところの感動をね、描くような構図が一個入ると思うんですけど、新しい街に来た時もですね、おそらく馬車の窓から見たその景色をワンカット入れてるだけになって、ね、これってちょっと不思議だなというようなところの冒頭が始まってて、そして、これが、言ったら5話が終わった頃にはね、わかるわけですよ。あ、これは主人公の意識がまだ外までね、余裕がなくて外に向いていなかった部分に繋がるんだなと。そう。ルーデウスがようやくですね、就職、できたことによって、ちょっとそこ、外側に世界が、向くんじゃないかなというところで、一番最後に、まあ、日の出とともにですね、街並みがね、映されるというね、演出になってくるわけですよ。あ、5話ってこういう話なんだっていうつながりに、なってくるわけですね。で、その、こんな感じで、冒頭とオープニングめちゃくちゃ凝ってまして、で、だからといっても、すべてわかるような形にはなっていないんですね。
例えばそのままの続きのね、6話、ルーデスがまあ家庭教師として認められてですね、はい、まあ家族と挨拶するシーンなんかに、繋がってくるのが、まあ冒頭にね、5話の冒頭なんですけど、でここで例えば、ヒルダ夫人というね、まあこのまあエリスのお母さんが出てくるんですね。で、最初ね、めちゃくちゃね、ツーンとしてですね、まあ敵意がね、剥き出してるみたいな感じで、そういう態度を取られていたんだけど、ヒルダ夫人に関してはですね、冒頭オープニングの前に6話では書かれます。そしてですね、冒頭の後のオープニングの最中に、7話においてはね、書かれます。で、お母さんとしてはね、エリスにとても優しいんだけど、ルーデスに対してはですね、はい、まあ、ポーズとしてね、プイッとしてる、そんな感じの様子が書かれるわけですよ。だから、まあ、6話のヒルダ夫人がね、何を表してるのだろうってまだわかんないわけです。で、7話のオープニングに出てきたヒルダ夫人はどういうことなんだろうってね、まだわかんないわけなんですよ。ただ、人柄的なのはちょっちょい見えるんですけど、わからなくて。そして、8話においてはですね、冒頭やオープニングには出てこずにですね、物語のね、中盤戦で、ルディのことを眺めているヒルダ夫人が、見える形です。で、これがまあもう冒頭のね、ところのフックから、外れたのは何かっていうと、その直後に、すべての原因、理由、夫人が内心思っていた部分ですね、が語られるという構造になってて、すなわち、6話、7話の冒頭とかオープニングを見るだけでは、わからないんだけど、それをこう覚えていた人はですね、8話でギュッとまあ、ルーデウスを抱きしめる、ヒルダ夫人の思いっていうのがすごくよくわかる形に、なってるわけですよ。うん。彼女の、まあ、心象の、ね、心のね、変化っていうのが語られることで、最後に語られたことによってですね、はい、まあ、つまり、冒頭にあったもの含めて、まあ、言ったら、8話までにかけてですね、まあ、世界観が示されたと同時に、この場合は、キャラサイドのね、説明が全部きれいに8話でつながるという形になってたりします。はい。他もまあ一応ね、言い出したらキリがないんですけど、まあね、新しい場所に来たら、こんなね、まあ世界なんだよとか、世界観を見せてくれたりだとか、他キャラサイドの、ね、過去描写の種明かしなんかも、あってですね、そういった感じで、すごくね、注目させたりして、注目させるのも上手なんだけど、まあなんていうかこう、神経を研ぎ澄まして見ておくと、より、面白くなるような冒頭なんですよ。うん、だから基本的には本編の満足度をぐっと上げてくれるようなその粋な演出が多いわけですよ、うん、それがまあ無色転生の冒頭およびオープニング描写に、なってくるんですけど、逆にですね今回のじゃあその描写はどういう種類のものなのかっていうとそのまま撮ってしまうと、ね、よくある手法としてそのまま撮ってしまうとある意味見せ場の先取り的なものですよね、うん、で、注目させるっていう意味では、まあ、注目はバリバリ注目を浴びることができるわけですよ、はい、だけどそれはじゃあ本編を見るときに例えばこの、その生きるのか死ぬのか主人公がね死んでしまうんじゃないかっていうところが今回の、まあ、言ったら見せ場なんだとするとそれは、うん、なんか本編からの見せ場の先取りになってきてしまっていてちょっとなんかいつも純文学のようにですねこうこちらが神経を研ぎ澄ませてですね拾うことによってまあ物語これから始まる物語本編の満足度をねもう何倍にも引き上げてくれていたまあ純文学みたいな美しい冒頭演出のまあをずっと続けてきた無色転生としては本当に初めての演出になってきてですね、これは今までの無色転生ならこんなね手法はしなかったんで、これはまあ珍しいおよびですねらしくないな、というふうに、見えたわけですね。まあ、つまりまあそれをするっていうことは逆にですね、その場所に、このシーンに至るまでのですね、道筋に注目させるものなんだなと、そんな感じに、自分を解釈したと思っています、まあ動画でもねそんな感じの話をしていたと思います。はい、そんな感じの、今回の冒頭演出のまあ異質性ですよね、についてまず押さえました。続いてですね、はい。まあ、これが、繋がってくる描写が後で繋がるんですいませんけどね、我慢して聞いていただければ嬉しいんですけど、はい。今回の話におけるですね、ルーデス、ルディっていうのはね、ちょっと迂闊に見えるっていうね、そんな話です。これね、まあ、雪山を仲間たちと一緒に、進んでいるんですけど、はい。ここで、まあ、ある人物と出会うわけですよ。はい。
まあ、バリバリに、仲間たちはね、まだ姿が見えていないのに警戒するっていうね、形になってきます。で、今回のですね、まあ、そのメインというかですね、キーパーソンとなる、オルステッドですね。はい、竜人というね、ものすごく強い人が、出てくるわけです。で、この時点でですね、はい、仲間はもうすごくバリバリに警戒していてですね、そしてですね、突然牛がですね、まあ、走り出すんですよ。おそらくまあ恐怖で逃げ出すという表現になってるんですけど、突然牛が走り出すわけですよ。で、さらにですね、まあその男とね、すれ違った後にですね、まあ仲間でめちゃくちゃ強いルイジェルドがですね、ルーデウス絶対動くなよと、まあ主人公に釘を刺す描写になってくるわけです。はい。まあもうめちゃくちゃやばいやつに出会ってですね、仲間たちはビンビンに警戒してるということが、わかります。これはもうね、BGM とか含めて、構図含めてそうなんですけど、ただですね、ここでですね、ルーデウスがなんかすごく能天気に見えてしまうわけですよね。はい。まあ、危険であるとわかるね、竜人に対してね、スーッとね、話しかけちゃうんですよ。で、ここのね、異質性っていうのを、まあ、仲間たちもびっくりしてるんですけど、特に思うのがですね、まあ、ルーデウスが何考えてるかわからないんですよ。うん。言ったらこう、冒頭でルーデウスがどんなことをね、思ってるかっていうのは、モノローグというかね、まあ内心に関してはですね、結構この無色転生においてはね、書かれるわけですね。はい。内心描写がなされてるんだけど、ここ周りのルーデウスに関してはですね、あえて内心描写、モノローグが一切入らないことによって、なんでこいつ何考えとんねんっていうね、意識がね、すごく高まるわけですよね。はい。これはもう確実にわざとなんですが、そしてですね、まあ言ったら、竜人がですね、自分は普段はですね、まあ、なんか、むやみにね、人神の話をしない方がいいという、こう自分に語りかけてくるね、夢で語りかけてくる神についてですね、話をしない方がいいと、人神について思ってるのにですね、まあ、人神知らんかみたいなことを言われた時にですね、あ、知ってますって答えちゃうわけですよ。ね。ものすごく軽率な発言に、見えますし、それによってですね、言ったらこう、殺されてしまうというか、殺されかけてしまうというかね、はい、争いが勃発してしまう形になってですね、おい、赤いんやんそれってね、いう気持ちがすごく強くなってしまうという、ね、形になっています。で、これがまあ構造としてどういう風に見えてるかっていうとですね、はい、ここですね、全力で警戒している仲間たちに対して、ね、この、ルーデウス自身のですね、警戒感のなさというかね、軽率さ、そういったところ、迂闊さみたいなところがめちゃくちゃ強調されるように作っているんですよね。この話っていうのが。そう。で、そのまま、まあ、ルーデウスが答えてしまうところもそうなんですけど、このヤバすぎる男に対してですね、ルーデウスが本当に何も、考えずに気楽に話をしているように見えてしまう、部分なんですよ。ね、まあ結果それが、まあ言ったら最悪の結果をもたらしてしまってる、ね、形になってるんですが、これね、ちょっとね、らしくないんですよ。はい。ルーデウスって結構、警戒心が強くてですね、いろいろと深い考えをね、いつもモノローグで持ちながら、話をしてる。逆に、まあ、警戒しすぎてしまったり、深読みしすぎてしまってることによってですね、まあ、ドツボにはまってたりはするんですけど、基本的にはですね、ある程度資料深いキャラクターとして描かれているわけですよ。ね、その、ルーデウスにしてはですね、ちょっと軽率な行動に見えてですね、浮いてしまうみたいに見えます。はい。つまり、らしくないというやつです。先ほど言った無色転生らしくないなっていうところと繋がってくるんですね。はい。らしくないっていうのはそれだけだとですね、言ったらこう一貫性がないだとかですね、作品の完成度が低いだとかに繋がってくることだとは思うんですけど、このね、らしくない、非常に珍しくてらしくない描写っていうのがね、重なっているところにはね、やはりね、意味があると考えていいというふうに思われます。そしてですね、まあ、ことが終わった後に、すべてのね、状況が完了した後にですね、まあ、すべてが語られる形にはなるんです。はい。ルーデウスは、何を思ってこういう行動をしていたのだろうかとかですね、ルーデウスと、仲間との意識の違いっていうのはなぜ起きたんだろうかっていうのが、言ったらこう、終わってからの夢の世界でね、語られる構図に、なっています。
それがでですね、ようやくわかるわけです。ルーデスっていうのは別の世界からね、転生してきた転生者だから、はい、呪いっていうものを受けてなくてですね、つまりですね、仲間たちはオルステッドにかかっていた、呪い、はい、まあ、嫌悪とかですね、恐怖っていうものを、まあ、見た人は、絶対にですね、あの、生き物なら全員がですね、オルステッドに対しては、まあ、恐怖とか嫌悪をね、感じるっていう、そういう呪いがかかっていて、そして、転生者であるルーデスはですね、その呪いがね、かかってなかったから仲間たちとの、意識の違いがね、生まれてくるんだっていうことがですね、で、答え合わせとしてね、なされるわけですよ。で、ここで呪いのね、設定とかが、出てくるわけなんですね。そんなわけで、あ、意識の違いっていうのは、もう設定としてしっかりね、あったものなんだなっていうのがね、明かされます。で、他にもね、徐々に全部明かされていくんですけど、ルーデウスのね、意識がね、七星に行っていたことも、わかるわけですよ。はい。つまり呪いの影響でバリバリに竜人、オルステッドの方をですね、意識してしまっていた仲間たちに対して、はい。ルーデスは、何を意識していたのかっていうと、まあ、オルステッドの横を歩いている女の人の方を見てるんですよ。で、これは、黒髪がおそらくこっちの世界では珍しいから、言ったら自分がね、転生する前のですね、日本のですね、人間たちのことをね、イメージして黒髪の女性の方に、目が行っていたのかなというようなところもですね、まあ今になって思えばですね、その設定が明かされればしっくりくる部分ですよね。はい。もう呪いの影響で嫌が多いにもですね、その片方の男の方を意識してるんだけど、二人連れでですね、ルーデスはこちらの黒髪の方を意識していたっていうところになってますので、仲間の違和感に気づけなかったっていうね、部分ですね。ルーデスの目線はこの女の人の方に、行っています。そしてですね、今回、まあ、前世の男はですね、まあ、諦めたようにポツンと聞くんですけど、はい。どうすればよかったんだって。だったら教えてくれたらよかったのにって人神に言ってるんですね。これね、人神が、今までは何か、大事なポイントになるときにですね、恩を売るためにやってきてですね、こう、ルーデスに助言みたいなものをしてたんですよ。で、だから、そのルーデスの意識としてはですね、もしそういったですね、重要な拠点だったとするとですね、絶対人神のその助言というか介入があったはず、自分にを信用させたり恩を売るっていうね、そういう意味合いとしてもですね、絶対介入があったはずっていう思いがあったから、ここで聞かずには追えなかったわけですよ。もういいやと思っていながらも。で、だからこそ、ルーデウスっていうのがですね、このオルステッドと会った時もですね、自分にとってその本当にちょっと間違えれば命を失うような、場面じゃなかったっていうところまで見えてきます。で、このあたりね、ちょっとね、だいぶ人神のことを信用してるというね、危険な兆候にもなってるんですけど、ね、このあたりの説明もね、結構しっくりくるんですよ。なぜなら、前回までね、人神の助言を聞いて動いたことによってですね、いい関係になったと、ね、うまくいった家族を救うことができたという成功体験が、つながっているからね、ここもねすごく納得いく描写になってきます。さらにですね、まあ、ルーデス側にね、よってね、言うんだとするとですね、ルーデスっていうのは結構その相手の敵意みたいなものね、をですね、見極める能力はそんなにないことがね、分かってくるんですよね。なぜなら、大体ルーデスをね、まあ、片手で簡単にほふれるぐらいの、実力者なる強者っていうのは、基本的にルーデスに対してはですね、まあ、好意的、まあ、ザノバはどうかはちょっとわからないんですけど、はい、関係性は基本的に良好で、関わったことによって基本的には自分の味方になってくることが多いんですね、経験的には。で、敵、自分の命を狙ってくる敵っていうのも何度か経験はしてるんだけど、それっていうのはもう明らかに敵であることが分かってる状態とかですね、戦闘するまでの心の準備みたいなのがね、できるようなシチュエーションだったわけですよ。だからこいつはどうなんだ、敵なのかどうなのかっていうのをこう基本的には判断しなければいけない、状況にですね、まあ追いやれることはねかなり少なかった形に、なっていますので、この辺も結構の納得になってるわけですよ。そして、言うんだとするとですね、質問に対する気を抜いたね、一瞬で殺されてしまったというね、あ、なるほどな、ルーデスのその行動というか動向は納得いくよなというふうに思える部分になってきますよね。はい。本当に、ちょっとでも気を抜いたら殺されるかもしれないという、ね、その意識があった仲間たちに対してですね、ルーデスっていうのはですね、人神のことを聞かれてですね、ポロッと答えてしまったのもね、なんとなくわからなくはないんですよ。
もともと命の危機を感じてるわけでもなく、そしてですね、まあ、なんというか、その、何か事情を知ってそうなね、言うたらこう、未来がわかるようなことをね、まあ、オルステッドさん、この竜人はね、言っていたので、はい、いろんな世界の情報とか知ってそうと思ってですね、魔力災害についてね、聞いたりするんだけどね、知らんって言われてしまって、まあ、ちょっとした絶望感みたいなね、残念感みたいなのを持ってるところにですね、自分の知ってる言葉がね、出てきた時にですね、反応してしまったルディっていうのは、これは結構納得がいくわけですよね。はい。そんなわけでですね、ルディのね、目線とか表情とか、後のセリフとか設定から、なぜこんな状況が起きたのかっていうのは、めちゃくちゃ説明ちゃんとされてるわけですよ。はい。ね、その上でですね、まあ、後からやってくる設定上の納得っていうものであって、この現状、状況においては、これを見ているときにおいては、やっぱり、ルーデウスのことをですね、まあ、ちょっとこれはかなりうかつだなと、見えてしまうようなね、そんな感じの演出になっていたというふうに思います。はい。では、これらの演出っていうのが、じゃあ、最終的にどうつながってくるんだという、話に行きたいと思いますが、これはですね、やはりこの、今回の話っていうのがどういうストーリーだったのかっていうのを、押さえておく必要が、あるわけです。はい。まずですね、まあ、絶対的強者との遭遇っていう、そういう部分ですね。はい。ここは外せません。そして、それに対して危機感のない、主人公という、形です。はい。もちろんですね、理由はしっかり、後々ね、明かされます。転生者が持っているね、異質性っていうものからですね、仲間たちとの意識の乖離が起きていたことがね、しっかりと示されるわけです。そしてですね、他にもね、いろんな伏線回収とか、展開の示唆みたいなものはあるんだけど、でもやっぱり今回の一番の山場、目玉っていうのはですね、どこにあったのかっていうと、それはやっぱり、言ったらね、ちょっとね、口中が滑ることによって危うく死にかけてしまう、そんな主人公っていうのを表すっていうところで、ここは間違いないと思うわけですよ。はい。このね、死にかけた部分でね、間違いないと思うんですね。はい。だからですね、この、なぜルーデウスと仲間たちの意識の乖離が起きていたのかっていうところこそがね、今回、まあ一番注目すべきポイントであってですね、これはですね、ある意味、どんでん返し的なね、そういう構成になっているわけです。はい。まあ、そのことが起きた後にですね、仲間の中でですね、主人公だけがその呪いのことを認識していなかったんだっていう、ある意味のどんでん返しになってるんですけど、これが冒頭の演出の話につながってくるわけですよね。はい。すなわちですね、はい。まあ、軽率に見えてしまうルーデウスなんですけど、まあ、そもそもね、冒頭に、40秒の、あの冒頭演出があったからこそですね、あの時点で我々もですね、呪いを受けているというね、ことになってくるわけですよ。はい。どういうことかというと、あの冒頭の方でですね、何かやばい男がいるぞと。そういうところ、そしてですね、まあ、ルーデウスが死んでしまうかもしれないという、まあ、いわゆる死の恐怖ですよね。はい。この二つを植え付けられてしまっているからこそ、はい。一層この自覚のないルーデウスっていうのをですね、強く我々は感じてしまうわけですよ。そう。我々の視点というか考え方、見え方っていうのはですね、まるで呪いの影響を受けて、オルステッドのことをですね、怖く、恐怖してしまっている、ルーデウスの仲間たちと同じ目線になってしまっているわけですよ。はい。この、まあ、呪いに深くかかった視聴者ほど、多分、ルーデウスのね、ことがね、理解できないとかね、軽率だとかね、うかつだというか、いうふうにね、見えたんじゃないでしょうか。はい。そう。そのために、めちゃくちゃ仲間とのね、ギャップを感じられるような、そんな演出をバリバリやりながらですね、ルーデウスの内心がどんなことを語られるかっていうモノローグをね、完全にカットしてですね、はい。より強く、それをね、見えるようにね、演出されたというね、そういう形になってきました。そう。それが、冒頭のね、言ったら演出が、この、つまり追体験ですね。まあ、ルイジェルドやエリスたちと同じような視点でですね、ルーデウスの、その、なんで我々の、なんなんこのルーデウスっていうね、この違和感、異様な、ね、異質感っていうのを表すための演出でね、バッチリ繋がっていた、わけですよ。はい。冒頭にね、ルーデス死ぬかもしれない問題とね、竜人の恐怖っていうのね、先に差し込まれたことによってですね、はい。主人公であるルーデスよりもね、完全に仲間たちと同じような目線でね、物
物語を見てしまっていたわけですね。はい。これが、言ったらですね、まあ、スタッフが仕掛けたね、演出の罠に、繋がってくるっていうことになってきます。そう。ものすごくここがしっくりして、らしくないなと、言われていた演出もそうなんですが、冒頭にね、物事というのは唐突に起きるものだと言ってるんですよ。ね、唐突に死ぬこともあるみたいなことを言ってるんですけど、唐突に死ぬこともある、唐突に物事起きるんだっていうことが言いたいんだったら、そもそもこの冒頭もの演出でですね、そんなこと言わなきゃいいんですよ。冒頭演出にその言ってしまうとですね、あ、これからこんなことが起きるんだなって視聴者に、ね、伝わってしまいますから ね。で、じゃあこれを何でしたのかっていうと、つまり視聴者にこれを伝えておくことでですね、はい、主人公には、この展開は全く予想できなかったものなんだ。そう。ルディの視点ではこれはものすごく唐突だったんだよっていうところの、強調になってきてですね。はい。まあ冒頭演出、まあ今回無職転生らしくないなっていうことをね、思ったんですけど、最初は思ったんですけど、これは間違いなくこれは無職転生という作品のですね、いや、神冒頭演出、だったなというね、そんな話に、落ち着く感じになってきます。そんなわけで、いや、これ無職転生らしくないなって思っていたね、いろんな違和感、ね、ルーディウスらしくないよなって思っていたこの違和感っていうのがですね、コメントをいただいてるときにですね、読んでるときにですね、冒頭40秒の呪いっていうね、そういう言い回しで、語られてるね、方がいてですね、まあ考察を教えてくださったんですけど、はい、ここがまあ自分の持ってた抱えていた違和感とね、ぴったり繋がったんですよね。なんでこの演出っていうのをここに来て、持ってきたのかってね、まあその使い方を間違えればある意味こうね、見せ場の先取り的な形になってしまう、これはらしくないんじゃないかとかですね、ルーデウスについての内心がなんでこんなに読み取りにくく、書かれてるんだろうかっていうね、このギャップ感というかね、不思議な違和感、っていうところがどこに来てたんだろう、どこにあったんだろうっていうところがですね、すごく綺麗にね繋がったんでね、今回ね紹介させていただくという、そんな感じになりました。はい。まあ、皆さんのね、やっぱりね、感想とか考察をいただいてね、新しい発見がね、できるのも無職転生の楽しみ方だな、というふうに思います。はい。まあ、普段はですね、まあ、無職転生ほか、自分の好きなアニメについて感想考察ね、ちょっと長めに、語ったりはしているんですけど、まあ、特にね、この作品に関してはですね、ちょっと深掘りして再考察したい、内容なんかもあるよねっていう感じで、まあ、たまにこんな感じの再考察動画を、出したりもしています。あとですね、まあ、いつもこの、今回みたいに一つのテーマでね、がっつり語るってあんまりせずに、いろんなことをバラバラにね、まとめて話をして長くなっちゃってるんですけど、まあ一つのテーマごとに、その、まあちょっと編集し直すというか、収録し直すみたいな形でですね、一つのテーマに一つの動画っていう形の、まあ切り抜き動画チャンネル、まあ無職転生だけをやるかはわからないんですが、まあしばらくは無職転生がメインになると思うんですが、そんな感じのね、動画をね、出していく、言ったら切り抜きチャンネルみたいなのもね、今のところね、作ってみてね、試して、回してみたりはしていますね。なんか一つのテーマごとにね、ちょっと振り返ったりとか、コメントいただいて改めて発見したことに関してね、動画を出すみたいなね、そういう形式をやっていくと、まあ、もうだいぶ前の話、昔の話を今振り返った時に気づけることとかね、そんな感じの動画とかですね、まあコメントについた動画を返していて話題にしてたけど、それに対してまたコメントついたものとか、あと、まあ僕ライブをしてて無職伝説の話とかもするんですけど、そこで聞いた発見みたいなやつをですね、改めてですね、まあちょっと再編集版で出すような切り抜きっぽいね、チャンネルをですね、考えてね、作ってもいますので、でまたこちらもですね、興味向いた方はですね、見ていただければ嬉しいかなというふうに思います。はい。それでは、今回はこれぐらいにしておこうと思います。でですね、まあ、今回自分はね、気づけなかったということもね、今しめとして、まあ、今週中にですね、まあ、ちょっと、21話のその本来は考察とか、しなきゃいけないね、伏線めいた描写に関しての動画もですね、ちょっと、今週は多めにですね、出そうかなというふうに思っていますので、またそちらも、見ていただければ嬉しいかなというふうに思います。それでは、今回はこれぐらいにしておこうと思います。また次回ありましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。